作ってる。そうなんです、キッズのピンチに現れる、それがストリートセンタースキップレンジャーなのでございます。これでもう安心だ、これでもう安心。この2人が来たらスケボーと BMX で全ての枠をなぎ倒す、それがアクティブレンジャーだから、スケートレッドとシャチレンジャーピンクがいればどんな敵がいても大丈夫だ。すごいぞ、ショッカーも少しビビっているぞ、ショッカーもビビっている。来た、この2人の華麗なスケートレッド、そしておっとファンが詰め寄せた、ファンが詰め寄せた、いよいよここで出揃ったぞ、どうなるんだ、これでもう安心。さあそこで魔王が指示を出したのか、どうですか魔王、今日はこう行け行けと、これですか、行け行く、お魔王は何もしない、さすがブラック企業の社長、行った、ショッカーが回っておっとかわしたスケートレッド、そこからどうする、ショッカーがおっともう一度お回っておっどうなる、この睨み合いスケートレッド VS ショッカー、おっとこれはもみ合いで試合だ、どうなるんだ、どっちが勝つんだ、おっとスケートレッド勝った、やったぞ、見事な勝利だった。そして次はなんとチャリショッカーを、なんだ怒られてる社長に、そしてチャリショッカーが、あ、出したみたい、おっといった、さっきだけで自爆だ、どうなる、これでは、おっとチャリギミがショッカーを相手にアピールアピール、どうなる、おっとこの回転やばい、おっとすごい効果です、さすがチャリギミ、これはやばいぞ、さあどうなる、まだ、おっと一点出た、どうする、強敵にショッカーをぶちのめしてくれ、おおっと合体技来るか、合体技だ、おっと今日のショッカーは何が弱いぞ、それはどうなるんだ、そこで一気にレンジャーは片付かけるのか、どうなる、おっとどうなるんだ、おっとさあこれに対抗してこのレンジャーの合体技は出るのか、出ます、伝説のトリック、どうなる、お乗った、刺した、走った、これはやばい、この技でショッカーも吹っ飛んだ、これはもう恐るべし技です、これはもうショッカーも社長に、いや剣玉王に助けを求めるしかない、剣玉王、剣玉王まだ行かない、まだ行かない、これはブラック企業のまさに人材派遣のボス、もうショッカーもやってられない、ショッカーが逆転、なんとショッカーがレンジャーになってしまった、これには魔王も、さあどうした魔王、立ち上がった魔王が余裕で、おっとこの子なんとショッカーがレンジャーになってしまったのであります、かかってこいというばかりの魔王、さあここで魔王 VS4 人の戦いが始まるのか、なんと剣玉王の武器は剣玉、どうなる、まずは黄色レンジャーがあっさりと剣玉で弱い、魔王強すぎます、次は誰が行くんだ、ブルー頼む、おっともう余裕でよ、すごい剣玉、まさに人材派遣のボス、おっともう何も聞かない、ぶちのめし、これは魔王恐るべしです、スケートレッドならなんとかなるか、おっともう軽くこづいて、これは完全に魔王の一人舞台ですね、そしてなんと魔王の必殺技が出るのか、なんとレンジャー立ち上がって魔王の技が出る、説明しよう、魔王が剣玉を空中にかざすと時間が止まるのである、これがデス剣玉タイム、決まるとまずい、決まるとまずいぞ、決まるともうレンジャーは終わってしまう、決まらないデスタイム、
魔王、魔王がちょっとなんだ、もう魔王強すぎますから。これは世界のけん玉ファンの希望、魔王、そして子供たちの悲しそうな顔、みんなレンジャーに大きな声援を。キーレ、キーレンジャー、レンジャー、ピンクレンジャー、赤レンジャー、4人揃ってアクティブレンジャー、立ち上がれ。立ち上がったけん玉王に何か最後の技を決めなければこのままじゃレースが続行できない。合体技を見せてくれ。この4人が果たして無敵のけん玉王を倒せるのか。まさにブラック企業のボスけん玉王 VS アクティブレンジャー。さあ、なんと合体技、最終技か。おっ、なんだ、掴みたかった。これはどうなる。これはすごい。もうまさにこれはもう海で戯れるホタルイカのごとく、これはもう、これはもうけん玉をフラフラだ。キッズ応援してくれ。どうなる、この戦い。けん玉をフラフラ、けん玉をフラフラ、とどめを刺すのは誰だ。行け、とどめを刺すのはスケートレッドが行った。おっ、バチーン、おっと、た、倒れた。けん玉を立ち上がれず、ここでレンジャーの勝利だ。決めポーズ出るか。アクティブレンジャーそうやって今日も競輪場の平和を守れたのだった。みんなレンジャーに大きな拍手。すごい活躍でした。そしてけん玉王が立ち上がったが、どうなる、どうなる。あ、こっちに、こっちに寄ってきたけん玉王が。あ、けん玉王、けん玉王がさあ、今度は負けないぞ。5月4日は府中町にアクティブスポーツパークオープン。5月5日はグランドプラザで BMX コンテストだからな。あわよ、けん玉王に拍手。こうやって平和守られました。アクティブレンジャーありがとう。また次回お会いしましょう。すごい活躍でした、アクティブレンジャー。ありがとう、感動の子供たちの応援が鳴り響いております。本当みんな応援ありがとう。この後アクティブレンジャーは特別ゲストとしてフリースタイルコンテストの審査員をやってもらいますので、またね、みんな仲良くしてね。はい、ありがとうございました。アクティブレンジャー賞でした。